しぶりにね、あのトライク作りました。まあね、独立喧嘩のサスペンション、まあ独立サスペンションで、中古のキットでね作りました。まあ単車の部分も、かなりね、調子いい、単車です。で、まあ改造した点は、まあドライブキットを組み込んで、かなりね大きい2人ものねインチタイヤを履いて、まあ18インチですね、タイヤを履いて、まあちょっと扁平気味なのをタイヤを引っ張って、で、あとはまあフロントフォークはそのまま、ハンドルはね、少しアップに、あ、かなりアップにしたり、ハンドルポスト元、で、ライトはね、砲丸ライトで、これのまあいいところは、結構ね250にしては、まあね、ギア紐を少し変えてるんでね、速い、トルクはねその分少しなくなるんですけども、出足がめちゃくちゃ速くて、それで街乗りだと4速ぐらいまでで、快適に走れると、まあバイパスとかね、ちょっと高速乗れば5速使いますけども、あとは山峠とかではね、まあ3速ぐらいまで戻せば、普通にね、大型の単車であれなんであれついて出るんじゃないでしょうか。まあね、ハンドルもね、全くぶれなくて、かなり軽いんでね、操作性もかなりいいと思います。ですからね、まあシートもね、コブラシートにしてゆったりしてありますんで、あとは年収とね、一旦30キロぐらい走るんで、ハーレーのね、ちゃんと積んでますけども、簡単でね、24リッターぐらい入るんでね、一旦30キロで計算すれば、かなり、ロングツーリングも、十分いけますよね。で、まあ、ほぼほぼね、このマグナ、かなりね、実物は、かなり大きいんでね、皆さんねお楽しみに、お店の方にね遊びに来てもらえば、見れますんで、ぜひともねお店の方に、それではね、上手でした。またバイバーイ。はい、おまけ動画ね、ドラッグスターの、リッタークラスの1100ぐらい大きく見えるんで、皆さんねちょっとだけ小回りもバッチリ。じゃあね、バイバイ。